どうしたがるトミー、ホイフダーピンド。どうもこんにちは、トミーです。背景見てわかるかな、今話題の伊根の船屋に来ております。これね、実はね、僕もめちゃくちゃ来たかったんですよ。インスタとか YouTube とかでよく流れてるのを見て、実際来てみていいですね、空気がのどかで、船屋群がねこう見えてるんですよ、美しい。伊根の船屋に来るにはですね、丹後海陸交通路線バスというのがありまして、伊根駅というところで降りていただいて徒歩8分のところにあります。天橋立に来たらやっぱこの伊根もね合わせて来たいと思うんで、皆さんぜひバスに乗ってねここまで来てください。先ほどですね、伊根湾巡り遊覧船というのに乗ってまして、船から綺麗な景色も見えたんで、そちら先に VTR どうぞ。早っ、なんか早いぞ、なんかもうすごいよ。はい、ナイスキャッチ。いやもう待ち構えとる。ほい、はい、だんだんなんか息が合ってきた見てください皆さん、船屋が見えますよ。船屋が結構近づいてくれるね。おお、来た来た来た、これぞザ・船屋って景色じゃないですか。やっぱり船屋ってこっち側から見た方がいいんじゃない、この森と海、あと船屋っていう、めちゃくちゃいいやん。あーほらほら、この感じいい感じ。今僕が乗ってるのがですね、伊根湾巡り遊覧船ということで、さっき見たようなね船屋の景色をこの船の上から見えるっていう、これはここ来たら絶対に乗った方がいいんじゃないかな。一周多分ね20分ぐらいで、こうゆっくりね景色を見ながら風を浴びながら、であとエビ船があればね、カモメのこうやってバッてやる餌やりもできるんで、船屋のね感じがすごいいいんですよ。もう船がねそのまま下に入っていけるんですよね、気持ちいいね。先ほどですね船降りて、このまん丸サバカレーコロッケ、コロッケって日本いろんなところにあるんですけど、サバカレーコロッケちょっと初めてなんで食べてみたいです。サバカレーコロッケ一つください、はい、ありがとうございます。思ったよりねミニサイズでしたけど、まあ100円やったらちょうどいいんじゃない、小腹空いた時にサクッとね。めっちゃカレーのいい匂い、おー、おいしい。けど結構独特かもしれへん、サバが好きな人にとってはいけると思います。けどサバの味が結構濃いんで、異色の組み合わせですね、カレーとサバ、めちゃくちゃ好きです僕は。うん、それでは伊根に行こう行こう。来ました、こちらがですね船屋日和というスポットになっておまして、まあ、カフェだったり飲食店とかが集まってるスポットなんですけど、この中の今回伊根カフェさんというところにお邪魔したいと思います。伊根の動画とか見たことある人だったらここに絶対来るんじゃないかな。カフェがあってすごい人だよ、もうほら街並みの感じもめちゃくちゃ綺麗なんですよね。建物に統一感があって素晴らしいですね。入っていきましょう。おすすめを聞いて一番なんか映えそうなやつをもらおうかな。ケーキとかアイスが有名っぽいです。おすすめをお伺いしたいんですけど、ケーキでしたらチーズケーキが一番人気ですね。この期間限定だといちごのケーキなんですけど、はいはい、じゃあチーズケーキとこのアイスクリームっていうのも有名なんですか。隣町のジャージー牧場が作ってはるアイスクリーム。これはこんな感じで出していただける。そうですね、カップのかわいい。じゃあアイスも頼んじゃおう。はい、ありがとうございます。抹茶がいいです。抹茶の味で、はい、はい、飲み物はどうしようかな。なんかありますか、特別な飲み物とか。ケーキを頼まれるんでしたらコーヒー、カフェラテ、紅茶と一緒に注文してもらうから、うん、ドリンクが200円引きになる。あー、なるほど。ホットの紅茶ストレートで。ホットのストレートで、はい、はい。ここめちゃくちゃ綺麗ですね。ここ一応フォトスポットになってるんですよ。だからここで座ってこっから撮ると、まさにこれですよ、僕が思い描いてた伊根来ました、これですね。ロケーションでちょっとびっくりしてます。この後ろの景色、伊根湾がね広がってるんですよね。店内のねデザインがねめちゃくちゃ好きです。木を基調としたデザインで、こういう机とかもちゃんと木で、ちゃんとやっぱねこっちに向くようにね席を設けてるんですよね。でこう絶景を見ながら食べると、さっきおすすめで注文したチーズケーキですね。下にこれ多分クッキーかな、見えてるやつ。いただきます。
あ、素敵なやつ。チーズケーキっていろんな味があると思うんですけど、これはチーズしっかり濃厚系のチーズケーキです。で、酸味があんまりなくて、どちらかというとチーズの濃厚なコクが強い。チーズケーキは結構ふわっとした食感、下のクッキーはねサクサクっていう。いいなぁ、あ、めっちゃ好き。やば、多分ね、ロケーションも相まってやと思うんですよ。いいわ。ベリーソースかな、つけてみて。チーズの濃厚な味をこのベリーソースの酸味でちょっとねさっぱりさせてくれる。飽きずに結構食べれますね、濃厚やけど。これにやっぱりストレートティー、まあもちろん好みあるんですけど、コーヒーでもいいし、僕はまあ無糖のホットティーがいいんじゃないかな。もたれちゃいましょう。もうこういうところはね、リラックスするために来てるんで。渋みもなくてですね、めちゃくちゃこの甘いチーズケーキと合いますね。これもさっきのおすすめみたいなやつなんですけど、牧場のジャージーアイス、このパッケージの可愛さと青の感じ、イネブルーと合うんじゃないですか。いや、めっちゃいいやん、めっちゃいい、めっちゃいい。ここ来たらね、写真いっぱい撮った方がいいと思いますよ。やっぱりね、結構ね、僕も大変なんですよめちゃくちゃ本音なんですけど、京都の上の方なんでね、もし来たならもうね、パイ写真満足するまで撮って、一番いい席を撮ってね、楽しんでください。せっかく来たなら。いっぱい味あったんですけど、僕は抹茶が好きなんで抹茶にしました。こんな感じ、濃い。いただきます。京都を感じた、今一瞬で。京都といえば抹茶じゃないですか。けどなんか稲っていい意味でも京都感はあんまないんですよね。そのお寺があったりとかっていう感じじゃないんで、京都におるんやって実感させられました。美味しい。店内の雰囲気もね、めちゃくちゃいいんですよ。なんか静かやし、ほんまに皆さんここに来て、まあ、読書してる方もいたり、まあ、作業してる方もいたり、まあ、お友達とね一緒に喋って素敵な時間を過ごしてる。あと外国の観光客の方がねめちゃくちゃ多い。ロケーションが特別やし、こういうカフェってね、まあ、台湾とかにもあんまないんで、いいですね。さっきのイネカフェと同じ場所なんですけど、このテイクアウトでこのコーヒーとアイスクリームやったら、外でこうやってね、より海に近いねところでね食べれるんですよ。見てください、もうすぐそこ、ほんまに。うわ、ここでケーキは食べちゃダメなんですよ。だから中でさっき食べて、テイクアウトしたコーヒーとかを、もうこの景色をねさらに感じながら飲むと。稲の船屋の稲カフェはこんな感じです。めちゃくちゃいいと思う。写真も撮れるし、美味しいスイーツも食べれるんで、皆さんぜひ来てください。この次の動画でもですね、関西に行こう行こうと言ってもらえるような、コンテンツをどんどん発信していきますので、皆さんよろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。いや、いいね、ほんまに皆さんおすすめです。なので、いいねに行こう行こう。